こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、どっか旅行に行こうよ。そうだな。いろいろとだいぶ落ち着いてきたし、ゆっくりするのもいいかもしれないな。ゆっくりだけにね。あ、そうだな。ゆっくりだけにな。ちょっと、口ごもらないでよ。恥ずかしいじゃない。恥ずかしいのはこっちだぜ。霊夢のダジャレや親父ギャグ、結構寒いんだぜ。これから夏だし、ちょうどいいじゃない。そういう寒さじゃないだろ。まあいいや。ところでどこに行きたいんだ？日光とかどう？東照宮とか、東武ワールドスクエアとかいいじゃない？あとは鬼怒川温泉でゆっくりしましょうよ。日光東照宮って渋いところ選ぶな。それになんだか、昭和の慰安旅行みたいなコースだな。うるさいわね、別に構わないでしょ。俺は構わないんだが、もうちょっと足を伸ばせば川路温泉もあるし、そっちはどうだ？川路温泉？どんなところなの？鬼怒川温泉とどっちがいいかしら。江戸時代からある温泉だ。鬼怒川温泉の方が温泉地としては有名だろうが、同じくらい歴史ある温泉地なんだぜ。へぇ、個人旅行ならこっちの方がいいかもな。温泉といえば効能も気になるわね。どんな効能があるの？そうだな。川路温泉は、怪我に対する効能があるとされているんだ。傷は川路、やけどは滝、といって、怪我は川路温泉で治す、やけどは滝といって、現在の鬼怒川温泉がいいって言われていたそうだ。そうなのね。でも美肌じゃないのか。残念。何言ってるんだ霊夢。この間、酔っ払ってすっ転んだ傷があるだろ。ちょうどいいじゃないか。そうね。それに、子だから、縁結び、安産がもたらされる、霊石の女弟子、が祀られている。祈願してみるのもいいかもな。子だからと安産は関係ないけど、縁結びはいいかもね。ところで、マリサがおすすめするってことは、何か昔あったってことはないわよね。ふ鋭いな霊夢。その通り。この川路温泉では昔、ある事故が発生している。今日解説するのは、川路プリンスホテル火災だぜ。じゃないわよ。なんでわざわざそこを進めるのかしら。まあいいわ。それで、どんな事件なの？この事件は1980年11月20日に、栃木県の川路プリンスホテル宮城園で起きた、大規模な火災だ。この火災で45名が亡くなり、22名が怪我を負った。そんなに、大規模な火災だったのかしら。67人も被害者が出てしまったんだものね。いつものように解説お願いね。ああ、それじゃあみんなも。それではゆっくりしていってね。事故が起きたのは1980年11月20日。15時15分頃、栃木県藤原町の川路温泉にあった、川路プリンスホテル宮城園で、火災が発生した。昼間に起こった火災だったにもかかわらず、45名が亡くなり、22名が怪我を負うという、戦後に国内の宿泊施設で起こった火災としては、最も多くの被害者を出してしまった。プリンスホテルって、あの有名な西武グループの？いや、川路プリンスホテル宮城園は、名前は似ているが西武グループとは無関係の、夫婦が個人経営していたホテルだ。夫が社長、妻が取締役専務に就任していた。夫は他にもいくつか企業を経営していて、このホテルの業務には、ほとんど関わっていなかった。ホテルの経営は実質的には専務を務める妻が、中心となって行っていたんだ。だけど、昼間に起こった火災なのに、こんなに多くの被害者が出てしまったのは、どうしてなの？これから、この火災で多くの被害者が出てしまった理由について、解説していくぜ。その前に、まずは火災が起こった原因からだ。そうね。まずは、どうして火災が起こったのかを知りたいわ。火災当日は女性用の浴室を増築するために、工事が行われていた。その時に大工が使っていたガスバーナーの火花が、壁の隙間から入り込み、摂氏2000度を超える炎が、柱などに燃え移ってしまった。大変、すぐに消火しないと、でも、消火しきれなかったのよね。だから大事故に。違うんだ霊夢。大工はそれに気がつくことはなく、作業を終えてその場を立ち去ってしまったんだ。そんなことってあるの？すぐに気づいていたら、大丈夫だった可能性もあるんじゃない？やがて火は女性用浴室の屋根裏まで燃え移り、建物全体に煙もどんどん流れていき、火災が広がっていった。火災報知器とかはなかったの？炎や煙が出ていたら反応して、非常ベルが鳴るはずよね？ああ、その通りだ。このホテルには火災報知設備が、きちんと備わっていた。各場所に煙や熱を感知する機械が、備え付けられていて、感知された場所もわかるようになっていた。じゃあどうして？もしかして故障していたとか？いや、今回の火災が起こった時も、火災報知器は正常に反応して、非常ベルが鳴り響いたんだ。じゃあ、火災が大きくなる前に、みんな避難を始めたの？
ところが、非常ベルが鳴った時に、従業員は誤作動だと思い込んで、ベルのスイッチを切ってしまったんだ。え？なんで止めちゃうの？どうして誤作動だと思っちゃったのかしら？実はその日は、火災放置設備の増設工事をしていて、ベルが鳴る1時間前まで点検作業をしていたんだ。それで従業員はベルが誤作動したと思い込み、本当に誤作動なのかを確認することもせず、ベルのスイッチを切ってしまった。そんな。だが、火災は本物だ。スイッチを切った後も再びベルが鳴ったが、それも無視をして、再びスイッチを切った。誤作動だと思ってるから、当然そうしてしまったのね。さらに不幸なことに、館内放送で、ただいまのベルは訓練です、と流したんだ。放送までしちゃったのはやばいわね。まあ、確かに直前まで点検をしていたら、誤作動だと思ってしまうかも。でも二度もベルが鳴ったのに、誰も確かめようとしなかったの？前日に着任したばかりのホテル部長だけは、受信機が浴室で反応し続けているのを見て、誤作動ではないと考えたんだ。浴室で作業していた大工も、自分のせいで感知機が誤作動したのではないかと思い、大工仲間と確認に向かった。そこで、女性用浴室の脱衣所の天井から、火がちらちら出ているのを発見して、自分たちで消火しようと考えた。ここで消火に成功していたら、被害は大きくならなかったはずよね？火は消せなかったの？そうなんだ、大工たちは備え付けの消火器で、火を消そうとしたが消火剤が出ないものもあり、使い物にならなかった。近くに設置された消火栓ボックスには、ホースがなく、他の場所からホースを引っ張ってきて消火をしようとしたが、今度は、電気系統の配線ミスで水が出なかった。すぐに消防に通報すればいいんじゃない？やばいわよ、もう。そうなんだが。だが彼らはそうしなかった。設備が使えず、仕方なく従業員が協力して、バケツに水を汲んで火を消そうとしたんだ。しかし、間もなく火が大きくなり、煙が立ち込めてきたために、消火活動は困難になった。火災に対する設備が、全然使い物にならなかったのね。普段から点検していなかったのかしら？実は、前の年に行われた消防署の検査で、消火栓、誘導灯などの消火用設備を、8箇所も改善するように指摘されていたんだ。しかし、ホテル側は特に改善をしなかった。そんな、どうして改善しなかったの？このホテルの経営者は火災に対しての意識が、とんでもなく低かったんだ。例えば、消防法では一定規模以上の建物には、防火管理者という資格を持った人が、必要だという決まりになっている。このホテルも当てはまっていたが、防火管理者はいなかった。防火管理者って、どんなことをする人なの？たくさんの人が利用する施設などで、火災や火災による被害を防ぐための、業務を行うんだ。具体的には消防計画を作成したり、防災設備の点検や、消火訓練、避難訓練を行ったりする。このホテルは防火管理者がいない上に、避難訓練もしたことがない、火災に対する危機感ゼロの状態だったんだ。それじゃあ、実際に火災が起こった時に、従業員もパニックになったんじゃない？その通りだ。避難訓練をしたことがなかった従業員たちは、まともに客を避難させることができなかった。従業員はそれぞれ火災が起きたことを、客に知らせようとしていたが、スムーズに避難できるような誘導ではなかったんだ。練習したことがなければ、そうなるのも当然よね。だから客は、それぞれバラバラに避難した。ある客は風呂場の窓から崖下に飛び降りて怪我を負い、ある客は仲間に知らせるために部屋に戻る途中で、煙に巻かれて失神して火傷を負った。廊下にも多量の煙が立ち込めていたから、窓から近くの建物の屋根に飛び降りたり、従業員がかけたはしごで避難する客もいた。阿鼻叫喚ね。見てられないわ。みんな必死に逃げたんだろうけど、パニック状態よね。ああ。彼らは必死に逃げ惑う。しかし、逃げ切れず廊下などで亡くなってしまう人も、たくさん出てしまった。取り残された客を助けようとして、火の中に飛び込んだバスガイドや添乗員は、そのまま亡くなってしまった。そんな、もし、きちんとした誘導があれば、もっと多くの人の命が助かったかもしれないわね。霊夢の言う通りだな。そして、さらに避難が遅れてしまった原因がある。この日に泊まっていた客は老人クラブ2組で、客のほとんどが、60歳以上の高齢だったんだ。お年寄りの中には、足が不自由だったり、素早く動けない人もいたわよね。しかも、非常ベルが鳴った後で、これは訓練です、と放送を流してしまったから。それを聞いた客は安心して、風呂に入ったりテレビを見たりして、くつろいでいた。逃げ遅れた客が多いのは、そのせいもあるだろう。くつろいでいる時に、急に逃げろなんて言われても、元気な若い人でも、戸惑ってしまうわよね。それから、客や従業員の間で、正常性バイアスが働いた可能性もある。正常性バイアスって何？
正常性バイアスとは、災害や事件などの予期しないことが起きた時に、ありえない、大丈夫だろう、と思い込み、今起こっていることは、正常な状態、だと、無理やり自分を納得させようとする心の働きなんだ。どうしてそんな風に思ってしまうの？正常性バイアスは、本来は心をストレスから守るために働くんだ。日常生活で起こる変化に、いちいち反応していたら、心が疲れてしまうだろ？正常性バイアスは心の平穏を守るために、誰しもが持っている機能なんだ。悪いことばかりではないのね。確かにいつもビクビクしていたら、おかしくなっちゃうものね。でも、それが災害や事件などが起きた時に働いてしまうと、逃げ遅れたりする原因になる。それから、正常性バイアスは、人数が多いほど、かかりやすいとされている。例えば、地震が起きた時に、周りの人間が避難していなかったら、みんな逃げていないから大丈夫、と思ってしまうんだ。みんなと同じ行動をしていれば、安心って気持ちは、わかるような気がするわ。今回の火災で非常ベルが鳴った時に、火災が起こっていないか実際に確かめに行った客は、助かったという話がある。火災を発見するきっかけになったのも、実際に確認をした人たちがいたからだよね。安易に大丈夫だと思い込むのは危険ね。そして、被害を大きくしたのは、ホテルの構造にも問題があったんだ。このホテルは旧館と新館に分かれていて、旧館が鉄骨5階建て、新館が木造2階建てだった。宿泊できる人数は250人ほどで、従業員は30人という規模だ。ホテルは4階の大規模な増改築を繰り返していて、ホテルの中の作りが複雑になり、まるで迷路のようになっていた。迷路のようなホテルじゃ、子供は喜びそうだけど、災害時にスムーズに避難するのは難しそうね。煙が立ち込めていたら視界も悪くなるし、自力で避難するのは、ますます難しくなるわ。しかもこのホテルの構造は、短時間で火が広がってしまうようになっていた。連絡通路で繋がっていた新館と旧館の間に、防火戸が設置されていなかったからだ。防火戸があれば、火や煙の充満を防ぐことができる。建物で火災が起こった時に命の危険につながるのは、炎はもちろんだが、煙の影響も大きい。火災で出た煙は、一酸化炭素などの有毒ガスを含んでいるから、吸い込むと中毒になってしまう。気絶してしまったり、最悪の場合は、命を落とすこともある。確かに避難訓練で、火事になった時は、煙を吸わないように口や鼻を押さえながら逃げるって、教わった記憶があるわ。通路部分に煙が流れ込むことで、避難も困難になってしまう。この火災で亡くなった人の多くは、燃えた建材から出る有毒ガスによる、一酸化炭素中毒になっていた。どうして、防火戸を設置しなかったのかしら？防火戸が必要なことは、経営者は分かっていた。消防署の検査でも指摘されていたことから、設置を考えるようなことを、言っていたようだ。しかし専務を務める妻は、お金がかかるから、そのうちにやりましょう、というだけで、実際に防火戸を設置することはなかった。ホテルの経営状況からして、設置費用は、決して無理な額ではなかった。つまり安全のためにお金をかけることを、ケチっていたってわけね。しかも火災が起こった瞬間は、耐火構造ではない木造建てだったから、あっという間に火は燃え広がった。防火戸の設置や建物を耐火構造にすることは、法律で決められていたから、本来であれば、守らなければいけない。それを無視したことで、悲惨な結果を招いてしまったんだ。法律は過去に起こった出来事から、決められたことも多いわよね。意味があることだから決まっているのに、守らなければ悲惨な事故が、繰り返されてしまうわ。火災発生から約15分後にフロント係が通報し、その約10分後に、消防による消火活動が始まった。しかし、消防が到着した時には、すでに全館に火が燃え広がっていた。しかも、ホテルが崖の上に立っていたせいで、救助活動が困難だった。さらに、その日は川地ダムが放水前だったため、水が十分ではなかった。なんだか、絶望的な状況ね。この火災で多くの被害者が出てしまった原因は、火災を発見するのが遅れ、初期消火に失敗したこと。また、ホテルの従業員の防災意識が低く、訓練もしていなかったせいで、客をスムーズに避難させられなかったこと。さらにホテルの作りが、急速に火が燃え広がる原因や、避難を困難にする原因になっていたことだ。いろんなことが重なって、多くの人たちが犠牲になってしまったのね。そうだな。だが、普段から火災が起こった時のことを考えていれば、防げたことばかりだ。たくさんの人が利用するホテルの経営者は、泊まっている客の命の安全を守るために、努力する義務がある。火災が発生する危険は日常的に潜んでいるから、そのための対策を、できる限り考えておくべきなんだ。普段から火災を意識していれば、非常ベルが鳴った時も、確認に行っただろう。防災設備がきちんと備わっていたら、火災が大きくなる前に、火を消すことができたかもしれない。
従業員が避難訓練をしていれば、客をスムーズに避難させることができた。そもそも消防の検査で指摘されたことを守り、防火戸を設置するなどしていたら、こんなに多くの被害者を出さずに済んだはずだ。そう言われると、人災って印象がすごく強くなるわね。だな。一番の原因は、経営者や従業員の防災意識の低さにあると思うんだ。そうね。たくさんの人が利用するホテルだからこそ、安全を第一に考えてほしかったわ。現在は法律を守っている宿泊施設が掲示できる、敵マーク制度というのがある。どんな制度なの？対象となるのは収容人数30人以上、3階建て以上の宿泊施設で、消防署に申請をして消防署の審査が通れば、敵マークと呼ばれるマークを、施設内に掲示することができる制度だ。具体的な審査基準は、火災が発生した時の初期消火や、避難誘導のための計画を作成しているか、防災訓練を実施しているか、防災設備が備わっているかなどだ。じゃあ、そのマークがあるホテルは、防災に対する意識が、きちんとあるホテルってことね。悲しいことにこの火災の2年後に、たくさんの被害者を出した大規模な火災が、東京都のホテルニュージャパンで発生した。ホテルニュージャパンの話は、前に解説してくれたわよね。ホテルニュージャパンの火災の被害者は、亡くなった人、重軽傷者それぞれ30人以上だ。ホテルニュージャパンでも、防災訓練を行っていなかったせいで、従業員の対応が遅れ、初期消火も失敗した。そしてあっという間に火が燃え広がり、夜中だったこともあり、多くの命が犠牲になってしまった。川地プリンスホテルの火災と、かなり似ている状況ね。このホテルも消防の検査で、防災設備の不備を指摘されていたが、従っていなかった。自分たちのホテルでは、火災が絶対に起こらないとでも思っていたのかしら？ホテルの設備や従業員の対応のせいで、多くの被害者が出てしまった場合は、人災と言ってもいいだろう。経営者が客の安全を考えることを放棄して、自分たちの利益のことばかり考えていたなら、周りから責められて当然だ。川地プリンスホテルは火災の後、どうなったの？まず、専務を務めていた妻が裁判で有罪になった。業務上過失致死傷で禁錮2年6ヶ月だ。夫はホテル経営に直接は関わっていないとされ、妻よりも軽い処分が下った。被害者の数に対して、刑が軽すぎる気もするけど。これについては、火災発生後の対応が、評価された結果だと思う。経営者夫婦は自分たちの防災意識の低さを認め、反省の態度を表した。被害者とは総額8億円余りで示談になり、亡くなった被害者には、一人1500万円が支払われることになった。この示談金のために、夫婦は多額の資産を処分し、2億円の借金をした。金を払えばいいというわけでもないが、示談金が誠意の一つとして認められたんだ。確かに、その後の対応は大切よね。お金の問題じゃなくても、経営者が誠意を見せるのは大事なことだわ。その後、ホテルは取り壊され、跡地には別の宿泊施設が建てられた。川地温泉駅の近くにある川地霊園には、火災によって命を落とした人々を追悼する、慰霊碑が建てられている。悲劇を繰り返さないためにも、この火災を忘れないようにしないとね。自分の身を守るのは自分だ。視聴者のみんなも、事故や災害には十分に気をつけてくれよな。私たちと一緒に、危険から身を守る方法を考えましょうね。もし、危ない目に遭った体験談があったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。